サーフゲーム7か条、これすべてサーフゲームの禁忌なり。どうも、サーフゲームの鬼、黒メガネです。皆さんいかがお過ごしですか？サーフやってますか？ね、このクソ寒い中ね、ヒラメがもういんのかいないのかよくわかりませんけども、なんかね、カシマラダでは釣れてるようですね。で、まだ、なんですか、カタクチイワシが入ってて、青物が釣れるだ、シーバスが釣れるだ、まあ、話は聞いておりますけども。ただ、これね、こっから2時間かけて、カシマラダ行ってシーバス釣るのもどうかなって、ね、ちょっとなんか、やる気しねえなってね、思うんですけど、あれ、シーバスって、美味しいんですかね。私過去に何回かシーバス釣って食ったことあるんですけどね、あんまりこう旨味を感じないんでね、シーバスやろうなんて思わないんだけど。ということでですね、前回の動画でですね、前回のってあれですよ、悪大感じゃないですよフローティングサスケレッパの動画を上げた時にですね、まあコメントで、まあ私がそのこんな30メートル、40メートルしか飛ばないルアーなんかね、こんなのいらねえよって言ったらね、まあコメントでね、いや、私は手前で釣ってますよ、みたいな、そういうコメントをいただいたんで、ちょっとね、十人十色、ね、サーフゲームやってる方、まあ釣り、まあサーフゲーム限らずですけどね、まあ釣りやってる人、それぞれね、俺はこういうやり方があるんだ、俺はこういうパターンで釣ってるとかね、まあそういうのはいろいろあると思います。まあただここはもう初心者向け、チャンネルですんで、まあ、初心者の人がね、勘違いしないように、勘違いしないようにっていうのはちょっとあれだけど、その、基本的には遠投だよ。基本的には遠投するものなんだよ。手前で釣れることもある。手前で釣れないとは言わない。手前で釣れることもある。ただ、基本的には遠投だよっていうことを私は推奨してるんですけども、まあ、その辺ですね。まあ、ちょっと、なかなかね、クソ寒くてですね、サーフ動画行く気にもなれないんで、ちょっとそこら辺の雑談みたいなことをしてみたいなと思います。これは、まあ、常磐エリアに限った話だと聞いてください。常磐エリアで基本私メインでやってます。で、まあ、仙台、宮城エリアに行くこともあります。それから、鹿島灘に行くこともあります。まあ、基本的には、まあ、どうなんだろう、これ他の海行ったことないから俺分かんないんだけど、多分どこの海でも多分おおよそ私の言ってることは間違いないと思うんですよ。基本的な情報っていうのは捉えてると思うんですよ。まあ、そこら辺はちょっと分からないです。それぞれおのおのが噛み砕いて消化してください。ということでですね。まあ、サーフといってもですね、サーフというのはですね、日替わり弁当と言われるぐらいですね、その日その日でですね、地形、波の起こりとかね、そういうのが、違うわけでございますね。で、この海のパターンの時はこういうふうに釣るんだとかね、まあ、そういうのがあるわけなんですけども、まあ、そうですね。まあ、ざっくり4つのパターン。ざっくり4つのパターンに分けて、今回はそのサーフのご説明をね、していただきたい、させていただきたいと思っております。はい。で、早速参ります。まず、ドン。こちら、A パターンですね。A パターン。A パターンとは何ぞやというとですね、地形変化がよくわからない。白波があるわけでもない。まあ、波が起こってると。まあ、ひょっとしたら、なぎパターンもあるかもしれないですね。この A パターンには、なぎのパターンもあるかもしれないけど、まあ、こう、ふわーふわーとところどころ波が、こう、ぶわーっとね、高くなるところがあって、あとなんもないみたいな。これはまあ、A パターンですね。A パターン。海がこの状態の時、どうするか。
もう地形変化、その海側の地形変化っていうのがわからないわけですね。唯一そのブレイクライン、波がふわーってこう盛り上がるところ、そこにこう駆け上がり駆け下がり、まあ釣り人から見たら駆け下がり、その沖から見たら、沖から岸を見ると駆け上がり、そういうこう斜面があるのがこうふわーって波が高くなっているところ、まあ、そこにこうブレイクラインがあるというところで、まあそこのブレイクラインを通り越すようにルアーを投げて、でこう巻いてくると、そのブレイクラインのところにベイトがつきやすい、ベイトがつきやすいということはヒラメもつきやすいということで、そのブレイクラインをあの地形変化の目印にして投げるわけですね。海側のそういう地形変化の情報っていうのはもうそれしかないんですよ。で、その何ですか、白波がない、ブレイクラインしかありませんっていう時は、乱岸するしかないです。乱岸で、私みたいにね、ちょっと腰痛持ち、腰痛持ちでその長時間釣りできないとか、その移動あんまり移動できないっていう人は、あの陸側の地形変化を求めるわけですよ。具体的にどういうことかっていうと、流れ込み下降、ね、流れ込み下降はこれも固定された地形変化ですから、ね、もしくは、ワンド、そういうところを狙っていきます。そのサーフゲームっていろいろあるんですけど、例えばここだって、その自分でここだって決めて、もう朝まずめならね、朝まずめ 2時間3時間そこをずっとやってるっていう人もいるし、あとはこうちょこ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 場所を移動しながら様子を見ながらやっていくっていうパターンの人がいるんですけど、私はどっちかっていうと動かないです。動かない、繰り返しになりますけど、ちょっと腰痛持ちなんで、あんまりこう移動したくないっていうのがあるんで、例えばこういう A パターンの時は、陸側の地形変化を求めます。流れ込み、加工、ワンド。もしくは、テトラとテトラの間とかね。はい。続きまして B パターン。B パターンどうぞ。はい。これは、いいです。これはいいです。サーフがあります。白波がポツンポツンポツンと点在してます。白波と白波の間に、白波がないところがある。この白波があるところと白波があるところの間っていうのが、まあ、基本的には、離岸流。もしくは、カレント。もしくは、払い出し。これ全部一緒ですよ。全部一緒の意味ですよ。離岸流、カレント、払い出し。これみんな、一緒の意味です。だと思ってもらって構わないと思います。私もちょっとにわかなんでね。断言はできませんけど、ほぼほぼ間違いないです。ほぼほぼ間違いなく、白波と白波の間は、離岸流が発生しています。離岸流が発生してるってことは、そこが掘れてるってことね。掘れてるってことは、ヒラメが、まあ、ヒラメのみならずね、ベイトがそこに、溜まりやすいっていう、そういうことです。この場合は、だから、繰り返しになりますけど、腰が悪い私にとっては、最高なんですね。動かなくていいから。そこだけを狙えばいいから。まあ仮に、その一つの離岸流を攻めてて、あ、ダメだなと思ったら、次の離岸流、隣の離岸流を攻めればいいわけです。その、どこまでも果てしなくね、乱岸するよりかは、あ、ここの離岸流ダメだった。じゃあ隣の離岸流行きましょうっていうのは全然楽だから。全然それはありだと思うんですよ。私みたいなね、腰悪い人でも。B パターンはすごくいいパターンですね。はい。続きまして、こちら。C パターン。これはね、これは、まあ、きついですね。まあ、どういうことかっていうと、手前は白波がないんですよ。手前は白波がない。で、ちょっと行ったところに、ブワーッとこう横に白波が走ってる。
このパターンね。これはどういうことかっていうと、基本的には、沖から手前に波がね、押し寄せる。で、その押し寄せた波が横へスライドするんですね。横へスライドしてって、まあ、どこかの地点で、沖に払い出されるんですけど、その、横のスライドがめっちゃ長いパターンがあるんですよ。ブワーッとどこまでも横にスライドしていくみたいな。まあ、そういうパターンですよね。まあ、当然どこか、その、どこかには離岸流があるんですけど、どこに離岸流があるかわからない。見た目にはわからないっていう時もあるし、もう先行者にその払い出されるポイントが抑えられてるっていう状況感もある。で、そういう時にどうするかっていうと、この白波があるところとないところの境目を狙っていく。まあ、これも欄干になりますね。A パターンと一緒ですね。A パターンと一緒で、その、どこにヒラメがいるかわからない。まあ、その A パターンの場合は、ブレイクラインを探っていくんですけど、この C パターンの場合は、その、白波があるところとないところの境目、そこがこう、駆け上がり、駆け下がりになってるんで、まあ、そこにヒラメがついているだろうと。ただ、そのピンポイントじゃないんで、これも、欄干になってしまう。当然その腰の悪い私にとってはきついなと。このブワーッと横に広がるこの白波を追っかけるのはきついなって思っちゃうパターンですね。はい。で、次、この D パターン。D パターンはこれも全面白波です。全面白波。私はシーバスはよくわからないんですけど、この白波、私は白波って言ってるんですけどね。多分正式名称はサラシだと思うんですけど、このサラシに、ベイトがよく隠れがちだそうです。だからシーバスなんかをやる人なんかはいいのかもしれないですね。こういう、サラシの中にルアーを投げるっていうのが。でも、ヒラメを釣る人間からすると、その地形変化がどこにあるかわからないと。まあ当然その、なんですか、その全面白波。その白波の、ね、無限に白波があるわけじゃないですからね。当然、あるところで白波が切れて、その白波がないところがあるんだけど、じゃあ、そこの、どこにいるのか、ヒラメがどこについてるのかっていうのは、やっぱりわからないわけですよ。その、A パターン、C パターン、D パターン、一緒でね、結局、それはもう欄干になってしまう。特に D パターンなんていうのは、もうドエントをかまして、まあ、仮に、その、白波がないところまで、ルアーを投げれたとしても、実際その、白波がないところを泳ぐ距離って、すごく短いわけですよ。っていうことは、ルアーが有効に働く距離っていうのがすごく短いわけですよ。っていうことは、まあ、釣れる確率が低いんじゃないのかなと。私は思うわけですよ。というわけで、まあ、サーフの、まあ、A パターン、B パターン、C パターン、D パターンとね、まあ、4つ挙げましたけれども、大体、常磐エリアのサーフは、この4つのどれかに当てはまるんじゃないかなと。でですね、その、まあ、前回のね、コメントでいただいた、俺は手前で釣ってるよっていうね、人が、まあ、いらっしゃったんですけど、果たしてこれは、その人はどのパターンでやってるのかなと。どのパターンで釣ってるんだと。結構、C パターンが多いんですよ。私がサーフを見に行った時に、ああ、今日このパターンだなっていうのが多いんですよ。見た時ね。基本的に、私 C パターンの時は、帰ります。やりません。なんでか、腰が悪いから、欄干したくないから。でも、サーフ見てると、こうやってる人いるんですよね。この C パターンの場合は、手前が掘れてるんですよ。手前が掘れてる
で、ある程度の距離で浅くなってる、で、また深くなってるっていうパターンで、この場合は全然もう30メートル、40メートルのフローティングでもヒラメが釣れる可能性っていうのはあるわけですよ。手前が掘れてるからね。A パターンの場合はどうかな。 A パターンの場合、まあそのブレイクライン、一番手前のブレイクラインの距離にもよるけど、まあ、B パターンの場合も、 B パターンの場合も釣れなくはないと思うけど、だからまあその人はどのパターンでやってるか、だからこれね、自分の好きな釣りのスタイルってあると思うんですよ。例えば私は重いルアーを投げるのが好きなんですよ。重いって言ってもちょっとショアジギとかそこら辺まで行くときついですよ。だからもう30グラム、35グラムとかね、その辺を投げるのが私は好きなんですよ。ただこれ同じサーフゲームでもね、軽仕掛けを投げるのが好きな人もいるわけですよ。常磐エリアですよ。常磐エリア、キューブかサーフとかの話じゃないですよ。常磐エリアにもかかわらず20グラム前後を投げるのが好きだっていう人も中にはいるんですよ。マジで。だからその人、そういう人と私がサーフ雑談みたいなことをしてもこれ話噛み合わないんですよ。もともとその釣りのスタイルが違うから。その軽仕掛けが好きな人もいれば重い仕掛けが好きな人もいる。そのボトムから探っていく人もいれば表層から探っていく人もいる。手前から釣る人もいれば奥から釣る人もいる。これは人それぞれだから、これは一概には何とも言えないんですよ。だからその何て言うんでしょうね、本当にこれからサーフゲームを始めようとした時にその人がどういうスタイルが好みなのかっていうのをまあ考えながら話を聞いてもらった方がいいですね。だからその軽仕掛けが好きな人とか手前から攻めていくのが好きだっていう人が私の動画を見てもなんだこいつって思われてしまうしっていうことなんですよ。だからね、まあ、魚釣りってあれなんですよね、その正解がないというか、結果釣れればいいんですよ。結果釣れればいいので、ほ、うん、まあそのね、中には俺は今年何枚釣ったみたいなね、そういう自慢をする人もいるかもしれないけど、でも基本的にはそんなに頻繁にヒラメの刺身を食ってる人はいないわけですよね。月に1回でもヒラメの刺身食ってりゃ贅沢でしょ。俺それでいいと思うんだよね。月に1枚ヒラメ釣って刺身食ってうめえな、俺はそれでいいと思うの。まああとはね、自分の世界ですからね。まあ私みたいにね、こういうインターネットでね情報発信してるような人がいると、あいつはな、何枚釣った?何センチ釣った?お前はどうのこうのみたいな、なんかそういう話になりがちだけど、別にね、私が言うのもなんですけど、そんな争うものでもないから、っていうこと。ね。うん。だからまあ、なんて言うんですかね。まあ、自分のスタイルを、いろいろ考えながらね、やっていただいてもらえば、いいんじゃないでしょうか。ということで以上ね、まあ何の話をしたいのかね、私もよくわからないですけど、とりあえず動画を1本ね上げさせていただきました。そうですね、ちょっと近いうちまた、鹿島灘お邪魔したいと思います。今どんな感じなのかなということでね、行ってみたいと思います。はい、以上黒メガネでした。バイバイ。